レオン師匠の不活リボリー。レオン師匠こんにちは。はいこんにちは。本日のいただいた質問はですね、まるまるパターンという概念やメソッドがありますが、こういったものについてレオン師匠はどう考えられていますかというちょっと抽象的な質問でございます。うんうん、おおなるほどね。うん。 あのー、パターンに振り回される方が釣り人には実に多いね。うんでパターンフィッシングということも知っていなくてはならない釣り理論ではあるんです。はいうん、これはあのー、その現場現場状況状況に応じて何が一番ベストであるかというのをその重要なのはタイムリーに追っかけなきゃならないわけね。 も、うん、ともと何パターンですよとかって言い出したのは一般釣り人の間から出た話じゃないんだよねこれも、うん、ほとんどバストーナメンターから出てるんですよこういうのうん、うん、何々信号パターンワカサギパターンええええパターン、まあ、いろんな言い方があるんでしょうけど、うん、ほとんどがねそのトーナメントレベルのプロアングラーから出てきたあの 呼び方なんだよね。田辺典さんなんかも随分昔からパターンフィッシングっていうね、はい、でそれがためにですね、あのそのレベルで物事、を釣りを考えるまだ手前の方たちがそうしないと釣れないんじゃないか、それが一番いいんじゃないかという、まあ短絡的にちょっと思い込む風潮が年々増していったという、ね、感想ですね、僕はね。お うん、じゃあ実際、まあ、僕たちはあのソルトルワーマンですよね。はい、でありライトゲーマーでもありますよねおそらく質問者の方も。ね、じゃあ実際うもうねあの先週も言ったんだけどな何釣る時にそう言っていますって聞きたい。そうですね。そうでしょ例えばライトソルト限定で考えますよ。そうですね。メバルとかアジを想定した とといいうことで,いいでう、ね、はい、メバルやアジで考えた時に丸々パターンっつったらすぐ網パターンでしょ頭にまず浮かぶのがそうですね代表的ですねでじゃあカサゴはカサゴは何パターンだろうそうだキュービーですら言葉に困るじゃんせいぜいカニぐらいあチヌはチヌはチヌ雑食ですからね <laughs> えチヌにベイトパターンある メイトパターンはありますよね、うんあ。しかも地域とかにもよりますよね。俗にルアーで言われてるまるまるパターンに該当しないよね、ほぼ。そうですね。それは状況に応じてチヌの食性が変わってるってい言い方するよね。うん。今日はなんかこのでは、この辺はあの虫が良かったのに今日は以外じゃないと食わねえと。うん。今日はカラスガエのちっちゃいやつが一番食うとかでしょ、チヌのパターンって。そうですね。 それをカラスガイパターンって言うかっちゃうんですだよね。<laughs> 意外パターンって言うのって言わないよねそうですねそれは現場行って下ろしてみて、うん、あなんかばバイトないなカラスガイから意外に変えてみようあなた意外かなるほどいやカラスガイも意外も今日は食わないなちょっと虫磯つけてみようかおーっていう,こう、うん、現場でその場で得られる情報なわけあくまでも、うん、ところがこういう質問をされる方の多くはね まあ代表的ライトゲームで代表的なのが網パターン。はい、あとはそうねあ、あとはイカナゴパターンってイカナゴがいない地域の人にはピンとこないよね。はい、キビナゴパターン、イカナゴパターン、カタクチイワシパターン。ホタルイカパターンとかもありますよね。あもう地域限定だよね。はい、ピンとこないよね。うん、で、こういうね、レアケースで振り回されすぎなんだよ。うんそれはね、言ったら分かる。 富山行って、ほかのいたパターンの時に、じゃれ浜行って、砂浜行って、釣ったら分かる。あの確かに、ホタルイカに寄せて合わせて、すべてをメソッドからルアーから合わせてやるとよく釣れるし、そうじ、ん、ゃないことしたらあんま釣れないよね。はい、なんでかさ、浜埋めつむそ埋め尽くすほどホタルイカがいるからなのよ。うん、<laughs> なるほど。<laughs> だから 歴然とそれに合わせた重宝が成果が出るよねうん。じゃあもう一つよく話題に上るのがバチパターンだよねはいはいはいそうですねキュー,ーは関東の人だからシーバスもかつてやったでしょやりましたね今まさに皆さんのか夜な夜な川を覗いてはバチを探している時期ですよバチパターンだよね <laughs> はい。俺、ね、地方の人はね分かんないからね俺が言うのは簡単だけど関東特に 東京都内を流れてる川につながる海もしくは寄水域で一番すごい時のバチパターンのバチのボリュームとか量とかその釣り人が水の中で例えばウェディングして釣ったりボートで釣ったりするけどどれぐらいすごいかちょっと説明して今。バチの量はですねまあ。 イメージとしては、こう、あれですね、皆さんが例えばお風呂の湯船に使ったとしていたら、もう蛇口から大量に青い染めが流れてくるみたいなぐらいの量です。<laughs> ですね、<laughs> ちょっとホラーな感じですね、つまり。もう、あれだよね、その、たくさんいるっていうレベルじゃないよね。そうなんですよ。埋め尽くされてます。お風呂の説明があったから ちょっと極端な言い方するよ。はい。湯船のお湯じゃなくて、バチが溜まってる感じだよね。そうなんです。そうなんです。<laughs> もう。そう<こ>、こ<や>バチに入ってる感じ。<laughs> バチに入ってるぐらい。熱 <laughs> い,、はい。いよね、はいはいそ。それが、すみません、それが言いたかったんです。そういうことです。だと、その流れなる気水、まあ、気水というより、ほぼ川。はい。で、下げの使用で、ウェディング、えー、土管長か。じゃないな。艦長間際ぐらいでもいいや。ウェディングして、入っていくじゃん、川の中へ。はい。 で、バチが流れてきて、上田の足に当たるよね、ボコボコ。はいはいはい。何秒間に何匹当たる <laughs> 一いい何秒間っていうか、常に当たってる時あるます。ずーっと10匹とか20匹とか当たってるよね。はい。はい、ベ,トベ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 ト。はいあの。ご存知なかった方はね、ここでイメージしてください。そんくらいたくさんいるから、バチパターン。そんくらいたくさんいるから、ホタルイカパターン。なわけですよ。うん。うんで これを、えー、どちらに住んでらっしゃるのか、何を釣るのか分かりませんが、メバルですよ、えー、多分西日本ですよ、瀬戸内海ですよということで、絞って想像してお答えするとなれば、一番多いのは網パターンです、これは間違いない。じゃあ、バチパターンある方、ないよね。確かに。関東住まいの9便には分かんないでしょ。そうなんですよね よくいろいろね、SNS とかでなんとかパターンって見にしますけど、地域外の人からすると、なかなかイメージがつかなかったりするのもあります瀬戸内で、公安部の明る月の堤防で、バチが目の下でぶわーっといますよって見たことないもん、えいつ見るのって言ったら、昔、餌釣りしてた頃に、川行って掘ったら出てきたぐらいの話したいんだよって。なるほど、なるほど。え泳ぐもんだって、俺知らなかったもん、長いこと。<laughs> だからバチパターンってまれに小さい場所では成立するけど大まかに瀬戸内でバチパターンっていうのはあのそのパターンフィッシングというレベルではほぼ存在しません。うんうん、ただイワシの小イワシが構内に生えてきた時にそれを追っかけてぶわーっと来てる時はあるメバルとか,か。それを小イワシパターンねんって言うんだったらそ,そうかもしれないけど。<laughs> でだからもう何に対たいかというとねじゃあもうちょっとそ,そもそも結論に近い言い方しますけど、はい、その対象となるベイトがごちゃまんといる状態でもう老いも若きも隣のじいちゃんもあちゃんももういろんなメバルが集まってきてアジが集まってきてそればっかりにもう神経いってブワーってめっちゃ食ってる時がパターンなんで普通は。 それれが見る目視できる状態で初めてパターンって言った方がいい。うーん例えば瀬戸内メバルだったら網パターンはしょっちゅう見れます。でこれもね一つヒントあげましょう。網パターンの時は非常に、えー、明る月の堤防の先端にいると思ってください。でゆっくり潮流れて、えー、そこそこ。 ね、30メーター範囲ぐらいまでがこう明るいと思ってください、上野とのせいで。はい、明るい範囲内で、ほぼ全面積に、その明るい面積ね、はい、ほぼ全部の面積の中で、同時多発的に、チャパッチャパッチャパ,パッっャパッちぱっちぱっちそれは高確率でっちぱ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 っち シュッとかポコンとかうん、うん、ズボッとかいうのは網じゃないからね。ああそうたいわゆる単発的なボイル。単発ボイル。うん、うん、それは小魚の小集団とか小イカの小集団だったりする。うん、で特に街灯の真下のところとか影の境目とかで同じ場所で定期的にボクって音がするのやつ。うん あれは相当な確率でいかおエサが。<ー>だからそれに合わせりゃいいわけでパターンに合わせるというより目の前の状況に合わせるってことだよね。うんで、えー、パターンに戻りましょう網パターンでレオンさんが言ったように広範囲でパタ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 やってますっつったらそれは網パターンなのはもう見えてるから間違いない状態なのでうんそれに合わせて何投げるかってことを考えればいいわけですよ。 それぐらいはっきり明確になってない限り決めないほうがいい。ああ、その釣り場でその釣り方を考えるときにですね。そう。<laughs> うん。あのそこをに振り回されるか分かんなくなる。どうしたらいいのって、自分が今までライトゲームやってきて一、一番自信のあるルア。ー一番自信のあるルアも一番自信のあるカラーうん とにかくいつだろうが何だろうがいつもそれ投げればいいんです最初に。ああなるほど。それを投げて答えが出ない時に初めてこうではなかろうかという推理のもとにじゃあ次何に投げるって考えるわけ。で自分で決めたあの分類分けね。うん、まずはパイロットルアー投げる。でそれでダメな場合は メバルの場合だったらもっと水面なのか、うん、どんととともなのかという2種類になってくるから、うん、自分がどっちから探るかって話だよね。うん、なるほど、うん、でそれやってもダメだったらあソフトルアーじゃダメなんだハードルアーの方がいいんだっていうふうにものを考えられるよね。と、うん、なるとベイトパターンがどうじゃなくて自分がこの今の状況においてどんなルアー使うのかっていうことが重要になってくるよね。うん、いや プラグですよ。いやいやプラグも全く沈まないプラグもあればドゥヨーンって沈むプラグもあるんだからそうん、ということを踏まえて物事を考えなきゃならないので確かに、うん、はい、えー、今のお話ですごい大事だなと思ったのがパターンに振り回されるんじゃなくてどんな時もまずその自分のパイロットルアーとか、うんまあ、その 自分のあれですよね、釣り方の基準みたいなのを持っとくっていうのが大事っていうことですよね、うん、すごく大事あの、迷いがなくなるのと、うん、やっぱりねあの、基準っていうのは自分の一番得意なやり方であり、得意なルアーってことだから、うん、あのモチベーションが保てるわけね、物事をやるのに。うん、で、やったことのないメソッド、や使ったことのないルアーを投げると、ほとんどの人が数頭で諦めちゃうんだよね。 ああ確かに結局海の状態魚の状態がどうだったのかいつまでたっても身につかないうんだから得意なものを常にパイロットルアーで徹底してやり込むことうん、うん、自分が結果が出せてないメソッドや結果が出せてないプラあルアーを使う場合は超過は捨てて結果が出るまでやり倒さないと無理。 あなるほど。はい、もう、魚とか、うん、その魚のパターンに合わせるんじゃなくて、もう自分の今日はもう、例えば、スープラしかしばらく投げないぞじゃないけど、やり込むっていうことですね。そう。で、やり込むと、いいことがあるの。うん。例えば、あの、民衆に迎合するっていう言い方があるじゃん。はいはいはい。民衆とか、多くの消費者に,におもねって、 民衆や消費者が欲しいこれならすぐ買うだろうというなのをよかろうが悪かろうが関係なくそれを出しちゃうメーカーさんがあるよね。うん、誰も知らんかもしれないけどこんなもの作ってこれめちゃくちゃいいんだと、うん、多分釣り方作り方わかんねえだろうけどやれるもんならやってのをついてこいみたいなメーカーさんもあるよね。はい、<laughs> それを自分のの中で作るのよ だからもう海魚に迎合するようなやり方とかルアーをーしか投入してなかったら真逆なものをやっぱり覚えないとなかなかあの奥深いところまではけないし、うん、あの迷いがずっと付きまとうよね俺はこんなもんことずっとやってていいんだろうかでも他のことやったら結果が出せないのが怖い、うん、怖がらなくていいよ,いいよみ,みんな考えてごらん俺いくつだと思ってる ?75 だよ <laughs> まだ現役バリバリでやってるんだよ、うん、20代、30代の君がですね、あのな,なかなかあって <laughs> そうあの、いくらでも時間あるんだからゆっくりやればいいじゃん。練習だけで1年間とかさ、メタル塾1年間、メ,メタル塾しか使わないとかさ、トッププラグで1年間やっても、20代、30代やったら全然大丈夫じゃない確かに 早く覚えたら勝ちだよ僕の師匠は99まで釣りしてたからね。お<ー>なんか若いうちにとことん突き詰めたことを目の前の <laughs> 長から欲しがらずに10年先30年先一生楽しむもんだ,んだということを踏まえて物事を追求すると別世界になるからね。うん確かに、うんまあ ちょっと言い過ぎたかないやでもあの <laughs> 意外な方向に話が広がっていくというこの「不活りの日」の良さが今出ているんじゃないでしょうかと思っ <laughs> <laughs> つまりねその丸々パターンに振り回されずにもっとその日その時その時間帯の現場の様子にどうやって合わせるかということをね重要視した方がいいです。うんうん、例えばその ワーム入れても食わないのにメタル入れたら急に食い出したなんてアジだけで言ってもさワームでちょっとヒットが少なくなったタイミングで鉄板バイブ入れたら何のアクションもしないうちにもうフォールの途中で全部当たって食ってくれるみたいなこともあるわけ。うん うん、これもまるまるパターンじゃないねこれはまるパターンって言うんだったらメタルバイブパターンって言わなきゃしょうがないってくるから <laughs> それぐらいあの魚ターゲットがですね何食ってるかで途中で言ったよね、うん、あの10人十色なんだ好みが魚も人間も、うん、あれこれこれあれ行ったり来たりしながら今の時間帯は一番これがベストだなっていう編み出すのがね えパターンって名前つけないと俺パターンって言っちゃえばいいのよえー、皆さん今日の動画の感想とかえレ、ー、オ師匠にこんなこと話してほしいということがありましたらぜひコメント欄までよろしくお願いしますあとまだこのチャンネルを登録してないよという方がいらっしゃいましたらチャンネル登録の方とあと本日の動画ためになったよっていう方がいらっしゃいましたらぜひグッドボタンを押していただけると幸いです ダリオン師匠、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまたね。